どうもワニです。そしてこちらは我が家で飼育しているアズマヒキガエルです。このヒキガエルのね、脇をこうやって掴むとめちゃめちゃ泣きます。これはね、この子がオスだからの特有の行動でして、リリースコールと呼ばれる鳴き声です。ヒキガエルってこんな感じでメスが下になって、オスが上から、両腕でね、メスをこうギュッと抱きしめてお腹を押してね、卵のね、排卵を促進させながら交尾をする生き物なんですけども、このヒキガエルのオスがメスを探す時の方法が結構大雑把で、まあ見えてるヒキガエルっぽい動いてるものにとりあえず抱きつくんですよ。だから人間がね、手をこうやってやってると抱きついちゃうこともあるし、実験でこんにゃくを投入したらこんにゃくにずっと抱きついてたっていう話もあるし、もちろんね、そんなんだからオスに抱きついちゃうこともあるんですよね。でもオス同士じゃ交尾はできないんで、それをどうするかっていうと、さっきのリリースコールなんですよね。そう、間違えてオスがオスにこう抱きついちゃった時に、こうやってリリースコール、まあ、つまり離してっていうね、鳴き声をすることによって、オスがこいつメスじゃないんだっつって離れるわけです。よくできてますよね。ちゃんと子供たちを次の世代へ残していくための工夫です。ヒキガエルのオスメさんって人間でもね、パッと見じゃよくわかりませんからね。しがみつく前からオスかメスか判断するよりも、しがみついてから鳴き声でね、わかりやすくオスかメスか判断できるように進化したんでしょうね。こうやって持った時にこんなに鳴くのはオスだけです。ちなみにこれはヒキガエルだけの特徴じゃなくて、他のカエルでもね、リリースコールをするカエルはいます。で、メスのヒキガエルをこう持ってみるとどうなのかというと、鳴き声は出ないんですけど、こうやってね、振動はするんですよ。これがね、リリースバイブレーションと呼ばれる行為でして、メスもね、産卵が終わってもう体の中に卵が入ってない状態だと、抱きつかれて交尾しようぜって言われても、まあ、産卵できないんで、それを防ぐためにリリースバイブレーションをします。この振動によってオスは、あ、この子はもう産卵できないんだなっていうのがわかるわけですね。メスはそもそもオスと喉の作りが違うんで、鳴き声を出すことができないんですよね。だからこうやってね、リリースバイブレーションになるわけです。それにしても意外と鳴き声高くて可愛いですよね。産卵シーズンじゃなくても結構オスはこうやってね、がっつり抱きついてくることあります。この抱きつきは結構力が強くてね、こうやっても離さないですよ。面白いですよね。ほら、離してくれ。この抱きつきが強すぎてメスを絞め殺しちゃうこともあるらしいですからね。ちなみにミヤコヒキガエルのリリースコールはこんな感じ。さらに高くて可愛いですね。ミヤコヒキのリリースバイブレーションは、これがミヤコヒキガエルのリリースバイブレーション。